階段登るっていう歌知ってますか？知ってる？みんな知ってるね。知らないか。はい、元 H2O の中澤健二さんが作曲して、すみママが作詞をしてくれました。まあ、そんなですね、私たちの新曲、先月の15日にお披露目したばっかりの出来たてほやほやの曲です。ひごまる今から踊るよ、いいかな。なので皆さんですね、私たちこのひごまる音頭を通して元気と笑顔を皆さんにお届けできたらいいなと思っております。それではひごまる音頭フィーチャリング思い出がいっぱいミュージックスタート。皆さん手拍子のお手伝いお願いします。天守閣無償よかよか日の丸温度緑が自慢の熊本市、街の空気が気持ちよか、桜のババで一休み、お腹いっぱい食べようね。ひごっこひごまる幸せ気分、くるっと回って満腹まるまる、ドッキリワクワクひごまる温度、一二のお散歩状態へ、ドッキリワクワクひごまる温度、水がうまかよ熊本市、超並木が眩しいかね、みんなで仲良く手をつなぎ、思い出いっぱい作ろうよ、ひごっこ集まる笑顔、ハイタッチし合って花丸、にっこりにっこにっこひごまる温度、一二のお散歩みゆき坂、にっこりにっこにっこひごまる温度、ひの国よかわいい熊本市、ひごまる温度、一二のお散歩ご機嫌さん、無償よかよかひごまる温度、遊びにおいでよ熊本市、今日も笑顔の花が咲く、今日も笑顔の花が咲く、フィーチャリング思い出がいっぱいご覧いただきました。私たちはですね、ツイッターとフェイスブックもしておりますので、今日ちょっとひごまるのこと気になったよという方、日々の活動などはぜひそちらをご覧ください。そして公式ホームページでは出動スケジュールもご覧いただけますので、何時にどこでひごまる隊何してるかなと思ったらホームページをご覧ください。私たちですね、熊本城と城西園で皆さんのお越しをお待ちしております。本日は私たちひごまる隊のパフォーマンスをご覧いただきまして、本当にありがとうございました。
後まで行こうかね。バイバーイ。はい、ありがとうございました。肥後丸隊の皆様にしてもう一度大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございます。肥後丸隊に会いたいということであればですね、城西園もしくはですね、熊本城に来ていただくとですね会えます。また日頃の活動内容はですね